すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、モエカ選手とハシエンダゴルフクラブに来ております。真剣味を出すためにモエカ選手イーブンパー以上で回った場合は200ドルの賞金をリンゴルフから出したいと思います。難しいよ、ハシエンダは難しいんで、ちょっとアンダーで回れる自信ないですけど、頑張ります。頑張ってください。200ドル。7番ホール、ちょい左ドッグでティーショットが届く範囲の、フェアウェイが、右から左に傾斜しているので、狙い目は、フェアウェイ右3分の1に落とすとすごくボールが転がって飛んでいきますということで、少なくともフェアウェイの右半分を狙ってください。ピンクのあのブーゲンベリアの、右だね。あれの右？右、うん。めっちゃ右。だからめっちゃ右。右3分の1がいいの。フェアウェイ。おお、ナイスショー。木に当たるな。ああ、ほら転がってった。ナイスショット。ナイスショットですか？ナイスショット。モエカ選手ティーショットが木にちょっと当たってしまって210ヤードぐらいしか飛んでません。ここはビシッと230は飛ばしたいと思います。ちょっとダフり気味でした。ダフり気味ですが、まあ方向もよし、3オン問題なし。7番ホール、第3打目バーディーを取るために145ヤードビシッと寄せたいです。お、筋ってる。距離は、おー、ナイスショー。寄ってく寄ってく、あれ。おお、ナイスショー。チャンスある。モエガ選手、パー5の7番パー5のバーディーパットですが、上につけたため距離合わせてパーが取ればラッキーというようなパットです。さあ、ねじ込むことができるか。出す。おー、惜しい。 OK、 ナイスパー。ナイスパーでした。でもちょっとバーディーを取りたいホールでした。8番パー4、難しいパー4です。ちょい右ドッグでフェアウェイがすごく狭くなっていて、中央の木に向けて240ヤードぐらい打ってください。うん、ナイスショー。いい感じ。8番ホールの第2打目です。残り、200ヤードちょい残ってます。下りなんでのと、あとピンの右3メートルぐらいで、全てのボールが右から左に行きます。お、良さげ。なんかいい感じよ。筋ってるよ。あとは距離だけ。ナイスショ。はい。モエカ選手、
430ヤードぐらいのパー4で25ヤードショートになって、これからアプローチです。ここは確実に寄せてパーを取って後半に期待をかけたいとこです。チャイニーズマザー、マザーズ。さあ、モエカ選手、大事なパーパットです。ナイスパー。9番ホール上りのパー4です。左バンカーは230から40ぐらいで入ります。右のバンカーは260ぐらいです。え、左入るって言った？左は入ります。左は235とか40で入ります。上りのパー4です。右はハザードがあるので気をつけてください。ナイスショー、言われた通りのナイスど真ん中ナイスショットでした。ナイスショー、言われた通りのナイスど真ん中ナイスショットでした。9番ホール第2打です。ピンの左2メートルぐらいから狙ってください。ピンは青なので奥なので、あまり突っ込むと後ろのバンカーに入ると絶対パーが取れません。お、言われた通りにいってるので、あとは距離次第。お、ナイスショットっぽいけどちょっと距離が足りなかったかな。さあ、森川選手、バーディーパット。上りのスライス。惜しい。ナイスパー。ナイスパーでした。前半2オーバー。後半2つバーディー取って、あと全部パーじゃないと200ドルもらえません。